はい、今回もですね、また私の妻にお世話になりまして、いろいろ話を伺おうかなというふうに思っておりまして、まあ、僕のチャンネルを見てる人はですね、知ってるかもしれませんが、うちの妻はですね、美容師としてですね、働いておりまして、まあ、いろんな国の人と関わってきてるわけなんですけども、日々ですね、いろいろ話してると、いろんなトラブルあるみたいなんですけども、そのトラブル、ニュージーランドで美容師として働いてて起きたトラブルっていうのをいろいろちょっと聞いていきたいと思います。妻はですね、過去にカナダの方にも行っておりまして、そこでの美容師としてのトラブルもあるみたいなんですけども、今回はニュージーランドでだいたい4年ぐらい働いていまして、そこで起きたトラブルを話してもらおうと思います。もしこの動画の内容が評価が良くてですね、皆さんの反響が良ければ、カナダ編もちょっと話していけれたらなというふうに思っておりますので、ぜひこの動画の評価よろしくお願いいたします。はーい。それでは、ニュージーランドで4年間ぐらい住んで、美容師としてやってきたんですけども、いろんなトラブルがあったみたいなんですけども。まあトラブルっていうよりも、まあすごいお客さんがいたなっていう話はかなりいっぱいあるけど、はいはい、ニュージーランドに来て一番大きくて、ちょっとダメージが、自分自身にダメージが強かったトラブルは、結構早い段階だったかな。ニュージーランドに来てすぐもう1年以内にあったトラブルは1つある、それはなんかその最初まだちょっと語学に自信なかったから日本人経営の美容室に入ったんですけど、はい、でまあ日本人経営の美容室とはいえ、まあ、半分以上はあのローカルのお客さんで、半分は日本人、現地の日本人のお客さんだったかな。でその時はちょうどオーナーさんが忙しくて、そのオーナーさんのお客さんだった人がどうしてもオーナーさんに予約が取れなかったから私に予約が入ってたお客さんがいて、まあほんと白人のおばあちゃんっつったらなんだけど、ちょっと年配のおばさんが来て、でまあどうしたいですかみたいなことを言ったら、前回みたいにしてほしいって言われて、で私前回切ってないから、切ったスタイリストのオーナーさんにどんな感じですかって、どんな感じで切られたんですかって言ったら、まあちょっと揃えるぐらいでみたいな、まあすっごい軽い説明だけあって、でまあわかりましたと。でも正直に言うとそんなに知らんし、前回切った髪型知らんしと、やってないもんね。そうそうと思って、もう一回じゃあちょっと切るぐらいにしとくねって言って、はいはいはい、もうちょっとあんまりちょっと分かんないから切るぐらいにしとくねって言ったら、とりあえずまあトリムでもう短くしてよみたいな感じだったんです、そのお客さんが、で切り始めて大体まだベースカットしてる時ぐらいに、もうちょっと様子がおかしくなってきて、だんだんさわさわしてきた。そう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 、お客さんが様子がおかしいぞと、ちょっと様子おかしくなってきて、なんかこうボソボソ言い出して、なんか I don't know とか言って、知らんけど、いやなんかおかしいぞおかしいぞと思って、何ですかって聞いたのよ。そしたらなんか違うと、今までと違うって言われたから、いやまだ切ってるけどっつって言ったの、まだ切り終わってないけどっつったの、まあ半分も切り終わってなかったから、そしたらなんかまあ説明しだした、ここがこうでああでこうでっつって、その時にやっと説明しだしたの。その説明もなんかまあちょっとこう本当にわけが分かんない、言語が分かんなかったんじゃなくて、何を言ってるのか分かんなかった、何を求めてるのか分かんなかったから、もう正直に言ったの、分かりませんっつって、で分かりませんっつったら、もうすっごい怒り出して、あやべえと思って、もうダメだこれと思って、でもなんか私もカナダで1年半ぐらい美容師やってて、その時のオーナーにねすっごいこの教えてもらってたから、そういう時になったらちょっとスイッチが入っちゃって、日本人という心のこのありをちょっと捨てて、分かりましたと、とりあえずカットさせてくれて最後までって言ったのよ。で、You don't understand. How can I understand what you want? って言ったの。ああ、もうそのお客さん自体も分からへんって言ってるのに。そうそう、言ってるのに、私あなたのことどうやって分かったらいいのって。まあ、正解だもん。って言ったのよ。で、とにかく、Let me finish. カットし終わらせてっつって。それで、If you don't like it, I'm not gonna charge you. って言ったの。だからもう、払いませんよと。もうあなたが嫌いだったら、あれもらえませんよ、もうお金いらんからと、はいはい、もうとりあえず今日はあの切らしてくれて最後までって言ったら、そしたらなんか OK みたいな感じだったのよ。で切り終わりました、まだなんかボソボソ言ってんのよ、でもそこで私もプチって切れてしまって、もう帰ってくれと、もう私はあなたの美容師じゃないと、あなたが好きな美容師じゃないと、帰ってくれと、あなたは私じゃないと、
うん、だからもう帰ってくれっつって、別のとこ行けよ、もうチャージもしーひんからっつって、そしたら横にいたオーナーさんが お客さん来てたの、ちっちゃい店だったからすっごい気まずくなって雰囲気が、だからもう帰らしたくて私も、そして日本語でね、もうこの人帰らしてもいいですかっつって、うん、もうお金も私いらないんでっつって、うん、でも時給もいらないんで、この時間もいらないんで、もう帰らしてもいいですかっつったら、いやいいですよとか言って、オーナーさんもちょっと怒ってて、でオーナーさんもなんかちょっとフォローしてくれたね、なんか I couldn't be better とか言って、これよりうまくできないよとか言ってくれたりとかして、はい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 、でそのなんかいたお客さん、オーナーさんのお客さんも超怒ってるわけ、顔がこんな文句横におったからねそうそう、なんだこの人みたいになって、はい、で最後になんか後ろの鏡を見せたのよ、そしたら多分ちょっとちゃんと切ってると思ったのか、あってなったの、あ思ったみたいになったのよ、でももうその時すでに遅しい、お互い引けない状態になって、はいはいはい、で結局なんか帰ったのよ、帰らせたのよ、はい、でも私もこんな十何年も美容師やっててこんな気持ちになるんやと思って、うん、腹が立って腹が立って悔しくて、で泣きはしなかったけど、ええ、もう話すことも辛いぐらい嫌な気持ちになって、自分のせいでもないけど、そうそうそう、でも自分がやったお客さんが、でなんかたくさん、ね、今いつも思うんだけど、なんか初めて会う美容師に対して、うん、好きなようにしていいよって、あなたプロフェッショナルだから、うん、私に似合う髪型知ってるでしょって、うんうん、あれ間違いですからね、結構海外の人って、うん、逆で言うと、うん、自分の思い通りにはしてくれないけど、スタイリストさんの思い通りにさせるお客さん、うんうんうん、言ってること分かるかな、分かる分かる分かる、どっちかっつうとそっちのスタイルなんかなと思ってきたけど、そう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 、初めて会うのに、はいはい、私に似合うようにしてくれっていうのはやっぱおかしい、私はそれが理解できない、だって初めて会う、あなたのファッション何が好きかも知らない、どんな髪の癖があるのかもまだ分からない、切ってないから、はい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 、分からない、こう何にもあなたの情報がないのに私の好きにしていいよって言ったら、じゃあ私文句言わないんですよねってなる、うんうんうん、だからそこをプロフェッショナルって言われると私はちょっと違うと思ってて、だからそれは勘違いしないでほしいなって思う、いつもだから、ね、まあもう何十回も聞いてて、あなたの好きにしていいよっていうお客さん山ほどいるよ、それはもう信頼関係ができてるから、それは好きなようにするよ、するけど初めて会うのに、あなたプロフェッショナルだから私に似合う髪型知ってるわよねとか、知らんわって感じそうなんや、そうそう、まあ私はそういう系の美容師じゃないから、まあ いると思うけどいっぱい自信たっぷりでも俺に任せるよみたいな人いる、私はそういうのじゃないから、まあ、できなかった。それがちょうどクリスマスホリデーの前の日の午後で最後のお客さんだったね。だからもうすっごいそのクリスマスホリデーも気分が悪くて、私もうどっか道歩いてて、ちょっと似たようなおばさんいると思う、思い出して嫌な気持ちになって、で私もやっぱ引きずるから割と、とその人はハッピーにできなかったのも悔しかったし、そういうのはあったかな。でも後日談が実はあって、はい、実は電話かかってきて、その人が2ヶ月後に、おう2ヶ月後、そうそうそう、だいぶ忘れた頃に8週後ぐらいに連絡があって、おう、なんか家に帰ったらよかったわとかって言い出したのでだからもう1回私に切ってもらいたいって言われたの、ちょっと伸びてきたからまた、そう、で切ってもらいたいんや、はぁーと思って、でも私のちょっと汚名返上じゃないけど、ちょっとそこの関係を良くしてちゃんと切ってますよって、なんか自分の中でも思いたかったから切ったのよ、その人に。もう一回切りたくなった？違う違う、切りたくなったわけじゃなくて、ちょっとこうまだ後味が悪いというか、きっちりお金をもらってから気持ちよくこうしたかったの、自分の気持ちをね。だから結局その人切ったのよ、うん、そしたらいろいろ言ってたはいいわけ、まあなんであんな風になったかっていうとみたいな、ペペペペペペみたいな話してて、うん、OK みたいな、分かりましたみたいな感じで言って、うん、もうとりあえずじゃあ切って、うん、そしたら超ハッピー、お金払って帰ったの、えっって、超ハッピーでお金払って帰って、もうそれで私の気持ちはスーって楽になって、ああよかったと思って。でも3回目電話かかってきた時、私が取ったのよ。でも絶対切りたくないと思って、3回目はもうあなたみたいなお客さんは私のお客さんにはいらないと思って、うん、オーナーに流したなるほどね、自分の中でもう解決したからそうそうそう、もうこれはいいかなと。そうそうそう。ではですね、ここで僕のちょっとした、まあ、悩みというかちょっと質問なんですけど、うんうん、海外に来て
多分皆さんも思ったことあると思うんですけど、うん、まあ、美容室選び、そこから美容室ここに行こうと思って美容室に行きました、うん、ね、その時に自分の思った髪型に本当にしてもらえるのかっていうのがすごく不安だと思うんですよね、うんうんうん、美容師側からこういう風な感じで言ってもらえれば、うん、私たちうまく切れるのにっていうアドバイスみたいなって、アドバイス、それは英語でってこと？そうね、英語になる、英語にしましょう。相手が現地の美容師さんで英語で注文するってこと？一番いつも思うのが、こうどうしたい、一番この譲れないポイント、うん、例えば伸ばしてる、だからちょっとも切りたくないとか、例えばトリムって言って、うん、ちょっとトリムなんだけどって言っても、じゃあこれぐらいをトリムっていう、これぐらいをトリムっていう人もいれば、これぐらいをトリムっていう人もいるわけじゃん。だから言った方がいいね、うん、例えばちょっとトリムだけどインチ、よくこっちの人インチとかで言うから、インチだったら 2.5 センチぐらい、これぐらい切ってほしいとか、うんうん、もう本当にこういう風に見せた方がいい、はっきり具体的に伝えるってこと。そうまずそこは譲れなかったらこれぐらい、うん、で例えばもうとにかく量が多いから毛量を取ってほしいっていうのって、よく日本人の人って thin って言って thin thinner とかって言ったりするんだけど、あんまりそれって通じなくて、こっちの人にはだから take weight out だからウェイトを落としてくださいっていう、ね、日に言った方がいいかな。 take weight out っていうのを言えば、はいはい、通じると思う。うーん、少なくしてほしいみたいな感じ、量を取ってほしいみたいな、はい、あと例えばこう顔周りにちょっとシャギーみたいな入れたい人いるじゃん。シャギーって何ですか？シャギーってこうちょっと顔周りにこうシャギーって言って入れる、あるのよ、シャワシャワと、そう、はい、入れたりするのはよく言うのがなんかフレームって言ったりする。フレーム、うん、だから顔周りにフレーム入れてほしい。あ、フレームを作ってほしい。そう作ってほしいって言って、そのフレームもおでこのところが入れられたらちょっとやばいじゃん、はい、なんかこんな昔のシャギみたいになるけど、うん、例えば顎からフレーム入れてほしいみたいなことは言った方がいいね。うん、例えばニュージーランドの美容室って、うんうん、まあ、椅子に座ります、うんうん、で美容師が後ろに寄って、じゃあ今から始めますっていう時に、どのような髪型にしたいですかっていう時間ってあるの？あるもうね、もちろんあるよ。海外ってもう座ったらもう切り始めるんちゃうか、もうその美容師のスタイルに切られるんちゃうかっていう興味がある、うん、ないもうそれはニュージーランドじゃない、カナダではちょっとあるかも。カナダではちょっとアメリカよりじゃん。だからおばばばって切られてしまう。アメリカよりはなんかニュージーランドの美容師さん結構控えめやか優しい人が多いイメージがある。なんかちょっと国民性がちょっとカナダ人とかとちょっと違くて、なんかもっと日本人より控えめな性格してる。お客さんももちろんみんな毎回じゃないけど、まあ、ちゃんとそういう時間がどのような感じにしたいですか。そうそしたらここにフレームを作りたいとか、そうちょっとテイクウェイトアウトしたいとか、トリムしたいとか、こんだけで本当こんだけでいいからとか、そうしっかり伝えて、伝えたら、うん、ちゃんとした美容室に行けば全然大丈夫だと思う。ちゃんとした美容室、うん、例えば Google でその美容室の名前入れて、そのコメントとかを見て、うん、もうとんでもないコメントとか書いてるところはやっぱやめた方がいいと思う。意外とそういうのは大事だ。大事だと思う、うんうん、だいたいレートが高いとこ行ったら、うん、ちゃんと切ってくれると思うよ。なるほどね。少なくともうちの店の人たちは全員アジア人をちゃんと切る。うん男の人に関しては、うん、ほらこう短くなりすぎたら嫌とかあるじゃん。あるそういう時はもうクリッパーは使わないでとか言った方がいいと思う。なんかすぐクリッパーとか取り出しそうじゃん。これクリッパーって何？クリッパーって、ね、バリカン。あバリカンのことクリッパーって言うんだけど、クリッパーを使わないでって。そう Please don't use クリッパー。これ Please don't use クリッパー、ね、大事、うん、そうね、確かにちょっと強めだけどね、 Don't use でも確かにバリカン言われたらもうここら辺まで行かれてたから、うん、もうね、ちょっとやめてくれと、うんそうだからなんかそういうあんまり切られてほしくない人、男の人も美容院来るよね、高いけど。なんか私の男の人のお客さんで、うん、そういう人いんねん、シチューピッドに切られるから床屋に行ったら、だから絶対行かねえとか言って、うん、クリッパー使わないでとか、はい、あと写真見せたりとか、うん、ほら写真でさめっちゃこうマッシュルームで重い髪の毛あるじゃん、うん、こうよくコリアンの人とかがやってる、コリアンポップスターとかがやってるさ、そういう人たちってすっごい量があるじゃん、うん、髪の毛の量があるように見えるじゃん、うん、
でもさ、なんか白人の美容師さんってさ、白人でもなんかアジア人に慣れてない美容師さんってさ、ちょっと量をたくさん取ろうとするのよ。日本人とかアジア人の髪の毛が多すぎて、どうしていいか分かんなくて、うん、でもそれやられるとさ、あのコリアンのポップスターみたいにならないわけよ、うん、あ、そういう時には言った方がいい。あ、そんなに取らないでみたいな。なんかもう、あ、そんな大丈夫、そんな取らなくて大丈夫とか、うん、もう言っても気にしないから、あの人たちは。こう日本人って言えないじゃん。か、あ、なんか今ちょっと切りすぎてるこの人とか。この時間さえ耐えれば。そうそう、みたいになるやん。でも結局ね、最悪な。そうそうそう。あるけど、もうこっちの人気にしないから、あ、ごめんみたいな。そんな取らなくていいとか、もう言った方がいいと。言った方がいい。うん。とにかく言っても全然気にしないから、誰も。あ、それはわかる。うん、言えと。そうそう、なんで言わねえんだ。そうそうそう、言わなくて変にされたら、うん、もうあなたの責任でした方がいいと思う。それもやっぱこう会話がある中で喋、うん、ってる中でストップ、ちょっとやりすぎみたいなも全然言ってもいい。言っても全然いい。言っても、うん、それでももちろん言い方を考えられたけどよ、はい、ドンとか言ったらいいかな。言い方を考えながら考えて、うんそれね、それめっちゃ大事だと思うわ。そうそうそう、あの基本的に国民性ってカナダ人とかニュージーランド人全然違かったんだけど、でも一つだけ一緒のことがあって、うん、全く気にしない。ニュージーランド人の美容師さんもお客さんに言われたら全然気にしない、うん、OK みたいな感じ、はい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 、うん、はあるかな。なるほど、うん、だからなんか言っても平気、うん、日本人ってあんま言わないじゃん、うん、言っても平気だと思う。言ってもちょっと次来にくいとかなんか思ってしまうもんね、うん、全然そういうのはもう気にしない。そうそうそう、もう全然言ってもらった方がいい。言ってもらった方がいい、うんうん、どっちかというと、うんうん、なるほどね。もうだから私とかあの結構さ、なんか細かく切るからさ、やっぱ うん、こだわりの強いお客さんがつくわけよ、うん、もうそういう人たちはもう、うん、OK、うん、OK みたいな感じで聞いて、うん、何でも言ってちょうだいみたいな感じで、うん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 、なるほどね、うん、ちょっとお客さんの方がちょっと強めに言った方がいいかもね。あの日本人みたいにこう構えながら言ってしまうと思った通りにしてもらえない可能性もあるかな、うん、感じですかね。そうね、なるほど、勉強になりました、うんうん。ではね、こうやってニュージーランドでの美容室のことについて話してもらいましたけども、この動画がもし良ければですね、次回カナダ編もある可能性もあるので、ぜひよかったら高評価、この際にチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。